な感じ。十度。今日のゴルは、こんにちは。マグナのスクールです。今日は、天心と、まあちょっとシャドウマッチやらせてもらって、まあ気づいた点じゃないですけど、アドバイスしていきます。ジャブは見にくいです、めっちゃ。このこれでフットワークが結構うまいんで、彼なんか硬いように見えて逆にやりづらいフットワークで、そうこのままステップと同時にノーモーションでドン来て、ステップ踏んでたら下がれるんですよ。しっかり足もついてきて、そしたら振る先で手でこうやって打つジャブじゃなくて、俺がこうやって打ってるからじゃなくて、しっかり足もつけてドンって打ってるんで、僕が返しに行ったらすぐ下がる。で、ツーを打てる体勢っていうのは、ずっと彼のいいところは、ずっとパンチが打てる体勢でいるっていうところ。俺に言ってもバックステップ、ジャブやったり、バックステップ、ツーやったり、パンチのところそのままツーやったりっていうのを、やっぱりいつでもパンチが打てる体勢っていう作れてるのが一ついいところなんですけど、まあ、強いて言うなら、分かりやすいって言うのあるけど、その全部規則正しいんですよ、この動きが。ドン、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 もうこの足の動き。だから僕、2ラウンドの中盤の辺から、顔っていうよりは、ここら辺、こっから下ぐらいを全体的に見るイメージで、僕やったんですよ。これ見ながら、それは結構足の動きがあれなんで、その来たバックステップして来るタイミング、絶対入ってきた時にパンチが絶対同時に一緒に来るんで、そこを2に合わせた左ボディやったり、こっちに合わせたフックやったりっていうのを引っかけ落としてて、まあまあ引っかからんかったけど、俺のスピードはなかったから引っかからんかったけど、そこをすやし、まあ強いて言うならドン、規則正しくのドンを打たなくて、ドン、ドン、2回ステップしてみたり、はい、入って、ジャブ打って、でワン、ツーでも、ジャブ打って、入って、ツーやったり、タイミングずらす、でワン、ツー、ワン、ツーじゃなくて、ワン、ツーって、ドン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 だけじゃなくて、ジャブ、入る、ジャブ、1、2、3、やったり、はい、ジャブ、バックステップ、ツー、ジャブ、バックステップ、俺が今度さ、いかんと、はい、ドン、そして、やったりっていう、ちょっと足の動きが規則正しい足の動きがやっぱ狙いやすいポイントになってくるんで、じゃなくてそこのじゃ相手が慣れてきたところっていうのを見計らって、ああじゃあこうやって下がったら来んな、さあ2来んなって思わしといて、下にボディとか下がって下がって前行って入ってくるボディとか、うんうん2やったり、下がって前出して2やったりっていう、この足の動きっていうのをフェイントに入れてたらもっとやりづらかったと思います。はい、ありがとうございます。スタート。
俺今、2世柴田さん見たはったよかったよかった、ありがとうございます。